デイビッド・バーバーグはアメリカ合衆国ゲインズビル出身の陸上競技選手。専門は短距離走の400メートルで44秒41の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピックをはじめ2013年モスクワ世界選手権と2015年北京世界選手権、2014年ソポト世界室内選手権。 2014年と2015年と2017年の世界リレーなど世界大会の4400メートルリレーにおいて数多くの金メダルを獲得している選手であり4400メートルリレーの元室内世界記録保持者でもある400メートルではオリンピックと世界選手権を通じて決勝に進出したことはないが世界室内選手権では4位の実績を持つ高校時代には アメリカンフットボールとサッカーに取り組んでいたが、アメリカンフットボールは背が低かったため、サッカーは技術が伴っていなかったため断念し、本格的に陸上競技に取り組むこととなった。高校3年時には400メートルで EC グラス高校の学校新記録受立や、全国大会の内期室内選手権において5位入賞などの実績を残した。奨学金を得て、 ジョージ・メイソン大学に進学。2013年に卒業するまでの4年間において、屋外の室内の NCWA 選手権で優勝することはできなかったが、下選手権では男子400メートルを4連覇するなど活躍し、NCWA のオールアメリカンに11回、下のアスリート・オブ・ザ・イヤーに2回選出された。6月の全米ジュニア選手権。 男子400メートル決勝で3位に入り、モンクトン世界ジュニア選手権、男子4400メートルリレーのアメリカ代表の座をつかむと、迎えた7月の大会では、アメリカチームの3層を務めて、金メダル獲得に貢献した。6月の全米選手権、男子400メートルでは、初出場ながら、決勝に進出するも、45秒36の7位に、 終わりロンドンオリンピックアメリカ代表の座を逃した。7月の北、中米カリブ U23 選手権では、男子400メートルを45秒14で制すると、アンカーを務めた4400メートルリレーも優勝に貢献して2冠を達成した。2013年モスクワ世界選手権6月の全米学生選手権、男子400決勝において45秒03の、 自己ベストをマークして44秒台に肉迫すると同月の全米選手権男子400メートル準決勝では初の44秒台となる44秒75をマーク。決勝はタイムを落として45秒34の6位に終わったがモスクワ世界選手権男子4400メートルリレーのアメリカ代表の座を掴んだ。 シニアの世界大会初出場となった8月のモスクワ世界選手権男子4400リレーでは予選でアメリカチームの2層、決勝で1層を務めると予選ではチーム最速の44.6、決勝では第1層者の中で最速となる45.0のラップタイムをマークして金メダル獲得に貢献した。2月の全米室内選手権。 男子400メートル決勝で45秒62の自己ベストをマークするも優勝した海力レモンズに0秒0に及ばず惜しくも優勝を逃した。3月のソポト世界室内選手権には男子400メートルと4400メートルリレーに出場すると400メートルでは世界大会の個人種目初出場ながら決勝に進出したが決勝では 不利な内側の1レーンからのスターということもあって46秒21の4位に終わり、3位の海力レモンズには0秒47及ばずメダルを逃した。しかし、決勝のみ出場した4400メートルリレーは、アメリカチームの2層を務めると、3分02秒13の室内世界新記録樹立と、金メダル獲得に貢献した。5月には今年新設された世界リレーに参加すると、 男子4400メートルの予選と決勝でアメリカチームの一層を務めて金メダル獲得に貢献した。6月の全米選手権男子400メートルでは準決勝で45秒49の全体10位に終わり、決勝に進出するには0秒06を及ばなかった。昨年に続いて出場した5月の世界リレー男子4400メートルでは予選と決勝で アメリカチームの1層を務めると、決勝では第1走者の中で唯一の44秒台となる44秒91のラップタイムをマークして2連覇に貢献した。6月の全米選手権、男子400メートルでは準決勝を44秒41の自己ベストで突破すると、決勝では44秒63とタイムを落とした、もののラショーンメリットに0秒03差でセリ勝ち。 初優勝を成し遂げた。全米チャンピオンとして臨んだ8月の北京世界選手権には男子400メートルと4400メートルリレーに出場すると400メートルは予選を自己ベストに迫る44秒43で突破するも準決勝は44秒71とタイムを落として組3着に終わり着順で突破できる組2着には0秒45。 タイムで拾われた全体8位の選手には0秒07及ばず、惜しくも決勝進出を逃した。決勝のみ出場した4400メートルリレーでは、アメリカチームの一層を務めて、金メダル獲得に貢献した。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ7月の全米選手権、男子400メートルでは44秒82の3位に入り、連覇こそ逃したものの初のオリンピックアメリカ代表の 座をつかんだ。迎えた8月のリオデジャネイロオリンピックには、男子400メートルと4400メートルリレーに出場すると、400メートルはタイムで拾われて予選を突破したが、準決勝は45秒61とタイムを落として敗退した。4400メートルリレーでは、予選でアメリカチームのアンカーを務めて決勝進出に貢献したが、怪我のため決勝は出場しなかった。 アメリカが優勝したため予選を走ったバーバーグも初のオリンピックメダルとなる金メダルを獲得した。3大会連続の出場となった世界リレー男子4、400メートルでは決勝でアメリカチームの1層を務めると第1走者の中で最速ラップとなる45秒28をマークして3連覇に貢献した。6月の全米選手権。 男子400メートルは45秒85で予選敗退に終わり3大会連続の世界選手権アメリカ代表の座を逃した記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風対は向かい風を意味する微光欄の記録は当時のものを含むダイヤモンドリーグの総合成績を記載獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する ありがとうございます。